皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。さあ本日も始まりましたトッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は日本の国際貢献では参ります。本日は2つのニュースをお届けさせていただきたいんですけれども、対照的な話になるかもしれませんね。1つ目はこちら、プレジデントオンラインでございます、寿司三昧さんのニュースですね。寿司三昧さんの社長木村清さんがソマリア沖の海賊を消滅させたというような記事だったんですけれども、この記事すでに削除されて見えなくなっております。数年前からこの記事、同じような記事が出ておりまして、出るたびにすごいニュースだというのとフェイクだというニュースが飛び交うんですね。ということで消されたんじゃないかというふうに思いますが、書いてあったことはどういうことかというと、ソマリア沖というのは海賊が出て非常に困っているというところ、日本の自衛隊も2011年にジブチというところに駐屯を始めております。場所はこちらですね。アフリカの東側にソマリアという国がありますね。ソマリア連邦共和国で、上がソマリランドで独立を主張しておりますけれども、日本は承認しておりません。台湾がここを結んでおりますね、一応ですね。で、その近くにジブチという国がありまして、ここがですね、国の国土をいろんな国に、まあその軍事施設として貸し出すことで政権を成り立てているような貧しい国ということになるんですけれども、このジブチとかソマリアというのはソマリ人という人たちが住んでおります。このソマリ人の漁民の皆さんというのが仕事がなくなって、そして海賊になっていったというふうに言われておるんですけれども、実はですね、この寿司三昧の運営会社清村といいますが、清村という会社は2010年からジブチの政府といろいろ交渉をして、魚をこう仕入れるようなですね、そういうビジネスを始めようということで、今もそれ奮闘しております。で、なぜかというと、ソマリア沖というのはキハダマグロとかバチマグロが非常によく釣れるということで、水産資源が豊かだというふうに言われているんですね。で、仕入れ先の一つとして開拓をしているということになるんですけれども、2010年に、まあそれを始めて2011年ぐらいに社長自ら乗り込んでるんですよ。ジブチに。で、乗り込んでいって、いろんな人と話をして、漁民とも話をしたところ、漁民が海賊をやりたくてやってるわけじゃないと。いうことを言って、で、君たち海賊だったのということで、じゃあ仕事があったら海賊しないということで、まあ清村がですね、日本政府にも働きかけて、冷凍設備とか流通設備とか、例えばマグロ釣り用の船であったりとか、そういうものを用意して、で仕事を与えて、で全部釣ったものは買い取るよっていう形にしたら、海賊がいなくなりましたっていう、そういう話なんですけれども、まあ、一見いい話ではあるんですけれども、このソマリア沖の海賊の話というのはそう単純な話でもないので、日本の、まあ、清村という寿司三昧を運営している企業、一企業でですね、どうにかなるような単純な話ではないということなんですよ。だからといってこれは全部フェイクかと言いますと、清村の会社の木村清さん、社長さんですね、マグロ解体する方でございますけれども、この社長さんというのはジブチ政府から勲章も受けているということになります。先ほど申し上げましたように、ジブチという国は非常に貧しい国なんですね。外国資本が来て商売手伝ってくれるというところでも表彰もんなわけですよ。で、現在もこのジブチ政府とのやり取りにおける商売というのは清村赤字です。でもずっと続けているというところがあるんですね。これはこれで本当に立派なことだなと思いますし、それで勲章をもらっているということがある。商売は確実にやっているということになるんですが、これが海賊を消滅させたっていうところまで行っちゃうと、盛りすぎじゃないのかという話ですね。海賊を消滅させた主な要因というのは、ここを通るシーレーンなんですけども、日本に大事な。ここを通る船に護衛をちゃんとつけたんです。で、日本の自衛隊もそうですけれども、国連を通じて各国の軍隊が連携を取って、海賊というのを早めに見つけてですね、船を襲わないようにという、そういう警戒活動をちゃんとやったということになりますね。まあ、主な要因はそっちですね。うん。それは間違いないということになりますけれども、実際清村さんはジプシと商売をしているということなんですね。で、なんで、まあ、漁業という仕事を与えただけで海賊がなくなるということが、そんな単純な話じゃないよっていう話かと言いますと、実際ですね、外国船籍の船が、このソマリア沖に来て乱獲したりとか、あと、アメリカ企業とか、まあ、外国企業がですね、ソマリア政府と話をつけて、産業廃棄物を海に捨ててもいいよ、みたいな、そういう取り決めをして、海を汚してしまって漁獲量が減ったりとか、まあその漁民の皆さんがですね、漁しても芳しくない状態っていうのがあった。もちろんですね、国内に冷凍設備とか、世界中に輸出するためのですね、そういう流通設備がないということがありますが、それ以前に、外国の船が勝手にこの海を荒らしたというところですね、魚をいっぱい取りすぎたりとか、海を汚すようなことをしてしまったりとかっていうことがあって仕事がなくなっていて海賊化していったという側面があるんですよ。で、さらに言うと、海賊が出たことで、
海賊ビジネスというのもまあできまして、例えば海賊に拘束される人が出ます、直接交渉できないんだけれども、海賊と面識があって渡りがつくような警備会社ができます。その警備会社というのが代わりに交渉しますという交渉代理会社ができたりとか、もし船が襲われて拘束された時、身の代金を要求されてもそのお金がなかったら助からないじゃないか、じゃあその時のために保険に入りませんかという保険屋さんができたりとかっていうことで、海賊周辺ビジネスっていうのがまあできていた経緯もあるんですね。ということで、海賊を撲滅させると同時に仕事をなくす人もいるというような状況もあったというところなんですね。清村一社が関わっていったから海賊がなくなるなんていう単純な状況ではなかったので、今回の記事に関してはちょっと盛りすぎじゃないかなというふうに思います。ただし、清村の社長さんですね、木村清さんが、表彰されていることは確かですし、買い付けていることも確か。ただし、冷蔵設備とかですね、そういう、まあ、流通設備を作ったっていうのはどうやらちょっと違うっぽいんですよね。セーシェルの方に荷上げしているっていうことを、まあ、清村が認めているということなので、うん、それもちょっと違うんだけれども、まあ、商売そのものはしてますよというところになるんですね。なので、完全にフェイクではないけれども、盛りすぎだという話だというふうに思います。しかしですね、一企業として、まあこういったところからですね、ちゃんとこう商売をして買い付けるというのは、その国にとって、その国民にとってありがたいことではありますので、これも一つの貢献にはなってくるんじゃないかなというふうに思います。ではもう一つですね、今度はプレジデントオンラインで消されていない方の記事に行こうと思います。こちらでございます。シリアの警察を空手でボコボコにした酔っ払い日本人の正体という記事でございます。正体はこちら、岡本秀樹さんでございます。1941年、岡山県の生まれ、ご実家はスーパーマーケットということなんですが、中学校の時は柔道をやっておりました。高校に入ってから空手に転身しまして、以後空手一筋、現在は空手九段という達人でございます。岡本さんは高校卒業した後、国士舘大学に行っておりまして、国士舘大学の空手部を創設した方でもあるということなんですね。すごい方だなということです。その後、日本空手協会に所属をしておりまして、政府からおそらく声がかかったんじゃないかなと思いますが、世界に空手を広めてみないかということ。で、青年海外協力隊を通じて、シリアに行くことになります。シリア。中東はシリアですね。27、8歳ぐらい。のとこだったと思いますね。中東で空手需要がどれぐらいあるのかって不安なところになりますけれども、現在では中東で空手人口は200万を超えております。岡本さんの功績大だというふうに思いますけれども、当時岡本さんも心配だったわけですよ。空手習いたい人なんてどれぐらいいるのかなと。そうしますと、シリアの宿になってたのが警察学校。ここが宿になっていたんですね、宿舎が。警察学校の校長が50人ぐらいは集まるから大丈夫だからおいでおいでっていうわけです。で、岡本さん、まあそれだったらということで行きます。で、実際にシリアにつきまして、現場となる道場に行くわけですけれども、空手であるのでやっぱ畳敷きが望ましい。最低でも板張りであってほしいというところなんですが、コンクリートの打ちっぱなしが広がっている。なんだこれって話になるんですね。柔道はもう少し広まっておりまして、柔道の道場には畳が敷かれておりました。校長が生徒を連れてくるんですけれども、わずか3人でございます。整列すらもしないという状況の中、生徒の一人が岡本さんにこう言います。親父連れてこいよって言うんですよ。親父連れてこい。岡本さん、どうやら童顔だったみたいでございます。若い頃ですね。しかもイスラムの国でヒゲを生やしていないというのはガキ扱いをされるという、当時そういうことがあったみたいですね。なので親父を連れてこいということで、先生である岡本さんをバカにする発言だったということなんですね。さらに礼と言っても礼をしません。俺たちは洗い替えには頭下げねえんだっていうわけですね。岡本さんが伝えたかったのは、空手の普及ということもそうですけれども、日本武道の精神というのを伝えたかったというふうにご本人もおっしゃっております。これじゃあダメだというふうに思っておりました。もう一つ、岡本さんが苦労していたところがあります。それは何かと言いますと、お金の問題。青年海外協力隊を通じて行っているので、一応ボランティア名目でわずかばかりのお金が出ますけれども、それでは飯が食えないということ。隣国レバノン。のベイルートに行きまして、まあ個人教室みたいなのを開いてですね、なんとなくチャリ線を稼ぐわけです。で、ベイルートに日本食のお店があったみたいで、そこでまあ日本のものを買って食べるのがもう何よりの楽しみだった。しかし青年海外協力隊で行っていて、勝手に商売して、国境も勝手に越えちゃってるので、これは日本のですね、大使館からすると有識問題ということになりますが、
天敵となる外交官の方がいたんですね。もう岡本さんに本当に口うるさかった方らしいんですけれども、ただその方の仕事からすると、まあ、注意しなければいけないということになりますが、とにかく敬遠の中だった。唯一の楽しみであるその日本の食べ物っていうのもケチつけられるということで、もう岡本さんの怒りはですね、もうどん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 溜まっていってたわけです。待てど暮らせど生徒は増えません。生徒ゼロの日が続きます。たまに一人二人来るぐらいなもんですね。もうこれじゃ教える意味は全くないということで、ついに岡本さん帰国を決断します。もう帰ろうと。でも帰る前に心残りがあるんですよ。さあ何かというと、あの外交官がどうしても腹が立つと。帰る前に一発ぶん殴りたいってなるわけですね。そしてぶん殴ることを決意しました、岡本さん。酒をたくさん浴びましてですね。羽織袴を着て、高下駄を履いて街に繰り出しまして、その外交官が住んでいる、外交官の居住エリアっていうのがあるんですよ。ただし、どこに住んでいるかまではわからないので、居住エリアの前まで来て、大声を張り上げるわけです。おい、〇〇と、出てこいやっていうわけですけれども、空手家が酒に酔って、怒りのもう空気を発していながら、大声で出てこいやって言って、出てくるバカいませんので、誰も出てこないわけです。何度叫んでも出てこない。岡本さん困ったなぁと言って周りを見渡しますと、ちょっと見たことあるような車があるぞと。あの車はあの外交官の使っていた車に違いないということで、よし、この車をまずボコボコにしようということで、八つ当たりが始まるわけですね。私も中学校から高校にかけて2年半から3年ぐらい空手をやっておりました。なので、わかりますけれども、装甲車とかですね、防弾ガラスとかでない限り、まあ、車であれば素手で行けます。全然行ける。まして、岡本さんはその時、空手歴もう12年でございます。黒帯でございますので、まあ、全然余裕だったと思いますけれども、まあ、ガラス割り、まあ、ボンネットとかもボッコボコにして、もうべっしゃべしゃにするわけですよ。当然、通報されます。で、警察官が3人来るんですけれども、岡本さん、その3人の警察官を瞬殺してボッコボコにして乗してしまいます。で、すぐに逃げればまだ問題は大きくならなかったのかもしれませんけれども、酒によって気持ちが大きくなっているので、その場に留まりました。すると、機動隊が今度来てしまうんですね。カラシニコフ銃を持っている機動隊十数名でございますが、十数名に囲まれましたけれども、岡本さん一本も引きません。たった一人で、機動隊相手に1時間近くの大立ち回りを演じます。何人もそれで病院送りにしてますが、さすがに岡本さんも病院送りにされました。次に気がついた時は病院のベッドで顔ボコボコになっていたそうでございます。九段の外交官はもう怒り心頭ですよ。これ外交問題になっちまうぞということで、岡本と何やっとるんじゃーということで、もうお怒りでございまして、お前なんかもうクビじゃ帰国じゃということで、まあ強制的にも帰国させられるという手数になりました。岡本さん荷物をまとめながらちょっと考えるんですよね。まああの外交官ムカつくし、一発流れなかったのは釈林さる。でも酒に酔って暴れてしまった警察には迷惑かけたし、機動隊にも迷惑かけた。何より自分が寝泊まりしている警察学校の校長にも迷惑かけたんで、校長すぐそばなんでちょっと謝りに行こう。コン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 。校長室ノックしてですね、謝りに行こうです。校長と、この度はちょっと暴れてしまってすいませんと。この度は帰国命令が出ましたんで帰りますって言うんですね。すると校長はこういうわけです。岡本、お前はここに残って空手を教えなければいけない。帰れないよって言うんです。え？いや、しかし私は日本人なんで、日本本国から帰国命令が出たら帰らなければなりません。させんって。なんだなんだ岡本と。じゃあ日本政府と大使館の方で了解が取れたら、それでいいのかと。そしたら帰らずにここで空手を教えるのかって来るわけですよ。何事だと思うんですけれども、まあまあそれはそうですよと。政府が取り消すんであればまあそれはそうですよって話をしましたところ、校長が緊張した面持ちで電話を取って電話をかけます。直立不動で電話をしました。かなり緊張した面持ちでございますけれども、はい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 と。しばらくしましてまた岡本さんに話しかけています。岡本と。日本政府と大使館の方から了解を取り付けると。だから君は帰れない。ここに残って空手を教えるんだって言うんですね。しばらくしましてから連絡が来まして、日本政府の件 OK だという話になりました。
次に岡本さんが練習道の場の道場に向かいますと、生徒がなんと100人ぐらいずらーといます。岡本先生に礼と言いますと、みんなビシッとお辞儀をするわけですね。岡本さんの大立ち回り、あまりの強さというのに、これは実戦で使えると踏んだシリア政府がこれをぜひ身につけたいということで、政府さらに上の方が動いた岡本さんを引き止めたということになります。岡本さんはその時思ったそうですね。実用性が高ければこれ受け入れられるなということですね。そしてその後、岡本さんはですね、最終的に60カ国以上を回って空手を教えたそうです。そして、日本空手協会の支部を中東なんかにも作ったりして、ここでのですね、空手の普及に尽力をされたということでございます。はい、ということでですね、今日2つの、まあ、貢献のニュースをお伝えさせていただきました。最初の音にはちょっと気をつけないといけない。完全にフェイクでもないし、完全に事実でもない情報が出てきたよということ。で、後半の方はちょっと裏が取れてませんけれども、まあ、書籍にもなっていることなので、それなりに信じてもいいのかなという気がしますが、岡本秀樹さんというですね、豪快な方、この年代の方というのは豪快な方が非常に多いですよね。今後我々の次の世代もですね、もっとまたまた豪快な人が生まれてきて、この日本を引っ張ってくれたらいいななんて思います。では本日の内容以上でございます。ご視聴ありがとうございました。